鹿児島市介護予防体操よかよか体操。準備体操は体を温める目的で、ストレッチ中心の軽めの運動です。急激に動くと痛みを誘発したり、怪我の原因にもなります。少し物足りない程度にして、次の運動にしっかり備えましょう。まずは浅く腰掛け、膝を90度くらいにして、背中が丸くならないように背筋を伸ばしましょう。お辞儀、胸を張って腰から折れるように、背中とお尻の筋肉を刺激します。背中が丸くならないように注意しましょう。次におへそを覗くように背中を丸めます。手をつけて背中を丸めたり、頭が前に下がらないように注意しましょう。足裏伸ばし。リズミカルに動かすことで、足の裏側の筋肉を伸ばすアクティブストレッチです。背中が丸くならないようにつま先をタッチします。繰り返しましょう。最後に動きを止めて静止します。しっかりと足の裏側を伸ばします。反対側です。肩回し。
この運動は関節を滑らせることを意識して肩甲骨周りを大きく動かします。後ろから前へ、リズミカルに動かしましょう。反対、繰り返します。ゆっくりに戻しましょう。はい、すいません、ちょっと途中途中で少しコメントを言わないと、なんかまとめて言うと分からなくなりそうなの で、今回こちらの方で見させていただいたんですけど、今日は映像もないのに音楽だけで皆さん上手にされてるなっていうのにちょっとびっくりしたんですけれど、基本的にこの準備体操っていうのは先ほどの宝部会長の方からもありましたけれど、この体操は少し体の弱い方っていうような設定でしてあります。でやはりその朝起きた時なんかに皆さんも経験あられると思うんですけれど、すごくやっぱり体はこわばりやすいので、でこわばったまんまでいきなり運動するとやはり怪我のもとになります。まあ、ですのでこの準備体操の動きっていうのはすごくこう、まあ、物足らないといったらあれなんですけれど、まあ、ゆっくりした簡単な運動になってます。で特にストレッチを中心な感じでですね、でそれも肩の動きなんかもそうなんですけれど、この動きと肩関節に関するこの筋肉なんかの負担を考えるとですね、これ横の動きっていうのはちょっと負担が大きいんですね。でそれに比べてこの前の方のこのちょっと回すような動きっていうのは肩に対する痛みっていうのも出にくい動きになります。まあ、ですから皆さんがしてくださるような感じでまず入っていただいて、でストレッチも含めた形で、まあ、ほぐしていただいて、それからもうちょっとアクティブな動きに入っていこうという形で作ってありますので、もう皆さんご上お上手にされてましたので、この調子でやっていただけると、はい、私としても非常に嬉しいというところです。じゃあ次をお願いします。肩こり予防に効果的な体操。